いつもご視聴いただきましてありがとうございます。プロのお酒塾です。さあ本日はですね、最近リクエストをたくさんいただくのはですね、このお酒塾を見てね、いろいろお酒に興味を持ちましたと、リキュールにすごく興味を持ちましたと、でおすすめのリキュールございますかと、こういった感じで白ごまさんからいただきました。おすすめのリキュールを聞かれた時なんですけども、リキュールっていうのはですね4種類ございます。フルーツ系、薬草系、ナッツ系、その他と。まあ、その中でもいろいろあります。夏系の中でも、ビーン系、カーネル系とか、いろいろあるんですけども、まあ、ざっくり分けるとこの4つになるわけですね。アイさんからリクエストいただきまして、アイスとかポッキーとかも乗せるカクテルも教えてくださいって言われたので、あ、これはもうちょうどいいなというところで、今回は、その中でも、ナッツクリーム系ですね。はい。をご紹介したいと思います。カシスとかピーチとかの果物系っていうのはすごい親近感があると思うんですけども、ナッツクリーム系って言われるとですね、こういったカルーアぐらいしか思いつかないと思います。なので今日はですね、奥深い、ナッツクリーム系リキュールのご紹介をさせていただいております。ぜひね、購入の際の参考にしてみてください。でですね、それに加えてナッツクリーム系で作るめちゃくちゃ美味しいカクテルですね、ウィズポッキーというのを、今回ご紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。はい、ではまず1本目ですね。まず1本目をお勧めするのは、ベイリーズアイリッシュクリームでございます。もうこちらのリキュールはお酒塾ではもうレギュラーでございますけども、アイルランドのお酒でございます。イルビーズオブアイランドという会社が、1974年に発売しております。今では世界130カ国に輸出しておりまして、リキュールの世界販売量1でございます。度数は17度なので、まあそこそこの度数でございます。もともとアイルランドっていうのはね、酪農が盛んでございます。でアイルランドといえばアイリッシュウイスキーですね。このベイリーズができる前にですね、アイリッシュウイスキーに生クリーム入れて飲むっていうのが伝統的な飲み方なんですね。で、まあ、そこに目をつけてリキュールにしたら大ヒットしたと。中身なんですけども、なんとですね、50% が生クリームでございます。で、残りの 10% がアイリッシュウイスキーですね。あとはですね、他にスピリットとかチョコレートとかバニラとかが入っております。ですね、珍しいことでですね、こちらね、ベリーズはリキュールに賞味期限が書いております。で、開封後はですね、必ず冷蔵庫に入れてください。で、できる限り早く飲みるようにしてください。で、人気の理由はですね、アイルランド産にこだわるということですね。乳牛はもう契約農家の指定した農家からしか仕入れませんし、ウイスキーはですね、名門地の名門、ブッシュミルズ蒸留所とか、付近の地元の蒸留所からしか仕入れておりません。100% アイルランド産ということですね。でですね、後ろにも書いてるんですけども、飲み方としてはね、一番オンザロックが美味しいです。なんで、食後とかですね、ロックグラスに氷だけ入れていただいて、こちらを入れていただいて、もうちびちび飲んでいただくだけでも、もう非常に美味しいです。夏クリーム系といえば、もう一番こちらをお勧めします。梅酒とか飲むような感覚で飲めるのがこちらのベイリーズございます。はい、次ご紹介しますのは、こちらフランジェリコでございますね。こちらはですね、1978年にイタリアで生産開始されました。フランジェリコはナッツ系のリキュールですね。度数が20度ございます。ヘーゼルナッツが主原料でございまして、数種類のベリーとそのベリーの花弁から抽出したエキスを配合して熟成しております。宅発層のですね、フラアンジェリコが野生のヘーゼルナッツから作ったお酒っていうのが起源でございます。これはね、この前もご説明したんですけども、人の形をしたボトルでございまして、こちらの紐はですね、紐でございます。飲み方はね、ロックでもいいですし、黒ビールとかに入れても美味しいですね。あとですね、フランジェリコ20、ベイリーズ20、オッカが15で、ルシアンクエルートというカクテルになります。これがね、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、じゃあ次ですね、ちょっとこれは変わり種でですね、デカイパーのですね、バタースコッチキャラメルリキュールでございます。原産国がオランダですね。まあ、デカイパーという会社はですね、まあ、ルジェ、あとボルス。次に来るのが、まあ、このデカイパーかなと思います。300年以上の歴史を持つ名門リキュールの会社でございまして、人工香料を一切使用してないので有名でございます。で、デカイパー社のリキュールを使っていれば、まあ、そんなに大外れすることがないという、まあ、安定のリキュールですね。お値段的にはそんなに1500円、1600円くらいですので、他のリキュールよりもちょっと高いかなっていうぐらいなので、品質とかですね、原料にこだわる方は、ぜひデカイパーをチョイスしてください。もう匂ってみるとですね、もう濃厚なバターキャラメルの匂いがします。これのいいところはですね、人工的なお菓子っぽさがないんですね。海外のリキュールはですね、お菓子っぽさというか、駄菓子感がすごい強いんですけども、こちらは本当にロックでも非常に美味しく飲みます。ソーダ割りにしていただいて、レモンとか絞ったりとか、あとジンジャーエール割りとか、でアイスティーとかで割ってもらってもいいですので、女性はね、これすごく好きだと思います。お菓子作りとかにもすごく使えるので、女性のプレゼントにもすごくいいかもしれません。ぜひお試しください。はい、次はですね、ボルス社のホワイトカカオでございます。原料はそのままカカオ豆でございます。度数は24度と、まあちょっと高めですね。原材料のカカオ豆はですね、ベネズエラとかアフリカとか穴が中心でございます。ホワイトカカオとブラウンカカオっていうのがありまして、こちらもカクテルごとに使うものが違いますので、そちらもご注意ください。だからカカオってチョコレートだから、カカオリキュールとゴディバ系のですね、チョコレートリキュール何が違うのかっていうと、もともと作られてたのはこちらのカカオリキュールでございます。カカオ豆の香りが非常に強くてですね、甘みもすごい濃厚です。ゴディバとかモーザーとか他のチョコレートリキュールはですね、カカオリキュールではあるんですけども、クリームなどを入れてまろやかに仕上げております。で、カカオリキュールに比べるとチョコレート感が非常に強いですね。チョコレートとして食べているものに近いですね。一番有名なのはグラスホッパーですね。こちらミントリキュールとホワイトカカオと生クリームでグラスホッパーが作れます。ミントをですね、こちらガリアードに変えていただくとゴールデンキャデラックというカクテルになります。こちらのカクテルもすごく好きな方が多いので前やったんですけども、ジンとステアすることによってチョコレートマティーンっていうのも作れまして、このチョコレートマティーンっていうのもすごく度数は強いんですけども美味しいので、ぜひお試しください。なる方はこちらの動画また見てみてください。はい、じゃあちょっとね、ついでてはいっちゃうんですけども、こちらチョコレートリキュールですね、ゴディバでございます。ゴディバリキュールは本当大ヒットしましたね。もともとチョコレートリキュールはモーツァルトがあったんですけども、やっぱこの年
リームバリューがね、すごかったので、一気に駆逐したような感じですね。ご存知、ゴディバはですね、1926年創業でございます。まあ、歴史がまず深いと。ベルギーのチョコレートメーカーですね。まあ、ベルギー王室御用達と、高級チョコレートの先駆け的存在でございますね。ただね、皆さん今知らないかもしれないですけどね、今ね、トルコの食品会社に買い叩かれちゃったんですね。なんで、まあ、なんとかね、このままブランドの力はね、保持してほしいですけども、老舗のブランドもなかなかね、経営は難しいなと、痛感いたします。ちょっとした豆知識なんですけども、ゴディバの名前の由来なんですけども、ゴダイバ夫人の伝説というのがイングランドにございまして、そちらから取っております。マークもですね、アンラの女性が馬に乗っているんですけども、こちらがね、ゴダイバ夫人でございます。もしゴダイバ夫人の伝説とかね、知りたかったらぜひ、検索してみてください。はい、じゃあ次行きました。じゃあですね、カルアですね。カルアを使ったカクテルの 90% がカルアミルクというぐらいですね。まあ皆様も必ず一度は飲んだことあるのが、このカルアじゃないでしょうか。コーヒーリキルはですね、他にもいろいろありまして、視聴者の樋口さんからいただいた、こういったガリアーノのコーヒーリキュールとかもございます。あとティアマリアとかですね、ミスターブラックとかいろいろございますので、お好みなものを探していただければと思います。こちらのカルはですね、今までリキュールは全部ヨーロッパが多かったんですけども、メキシコ産でございます。アラビカ種のコーヒー豆を主原料としております。コーヒーリキュールなんですけども、カフェインっていうのはね、ほとんど入っておりません。なんでこれを飲んだからといって眠くならないとかいう効果はございます。酢はですね、大体日本に流通しているのが 20% です。海外行くと 26% とか、あとスペシャルエディションといって 36.5 度のカルはもあるみたいなので、ちょっと一回飲んでみたいんですけども、なかなか手に入らないですね。こちらの中身なんですけども、ミディアムローストした豆から作るコーヒーと、あと砂糖、それにですね、砂糖キビから作られた蒸留酒を入れると、あとはバニラの香りの成分とかを入れていくって感じですね。カルーアはですね、リキュールだけにとどまらず、ビスケットとか葉巻タバコもありますね。いや、一回ちょっとメキシコ行って買ってみたいですけど、もともとですね、1930年頃にアラビカ種のコーヒーを栽培してたアルバレス兄弟というのがいたんですけども、僕らのこのコーヒーで最高のリキュールを作ろうということで、作り始めたんですね。その後ですね、メキシコで有名な起業家のブランコ氏と手を組みまして、で、1936年に今のカルーアの原型であるお酒が作られたと言われております。そこからですね、1960年代にカルーアの経営陣が全員女性だったんですね。カルーアレディースとして、まあ、いろんな広告、テレビに取り上げられて一気に有名になったということですね。で、全世界に広がっていったという形ですね。このボトルは皆さん見たことあると思うんですけども、これはね、その時の発売当初のまま変わっておりません。はい、ということでご紹介させていただきました。なんで今回ですね、ナッツクリーム系をご紹介したかというとですね、まあ、リクエストがあったっていうのももちろんなんですけども、そのままロックで飲んでも美味しいっていうのが大きいですね。もうね、お酒塾でいろいろ喋ってますけども、まあ、カクテル作るのめんどくさい時もあるじゃないですか。家帰って、シェーカー出して、ジュース出してとかもめんどくさいという方はですね、氷に切り垂らすだけで、もっと飲めてお気軽なので、本当にリキュールの入り口としては一番いいかなと。ところでご紹介させていただきました。でですね、あと基本的にですね、ミルク割りするとほぼ外れがないっていうのも選びやすいポイントになります。まあそれだけで終わってしまうと、ただのリキュール紹介になってしまいますので、ナッツクリーム系だったらもうどれでも劇的に美味しくなって、さっき言ったようにポッキーとかつけても違和感がないデザートカクテルというのを作れますので、これはね、ちょっとね、お教えしたいと思います。もうね、どのベースでもいいです。じゃあ今回は、じゃあ、やっぱそうですね、まあ代表的なベイリーズで作っていきましょう。でこれがベースが例えばゴディバになってもフランジェリコになっても美味しく作れます。はい、じゃあ作っていきましょう。ベースならお酒をですね、30ミリ入れてください。シェイクがちょっと厳しいよって方はですね、もう普通にシェイクがなくても OK です。はい、であとですね、こちらでコンビニとかで売ってますので、チョコレートシロップですね。できればあのハーシーズのチョコレートシロップがいいんですけども、この辺はですね、お好きなようにといったところで、こちらは適量ですね。大体1ティースプーンか、まあ多くても少なくても OK です。はい、ここで、ね、牛乳を90ミリですね。110ミリぐらい入れても大丈夫ですね。じゃあシェイクしていきます。チョコレートシロップが入っているので、ちょっと長めにシェイクしてください。そしたら氷はそのままください。そうしましたらですね、こちらにバニラアイスを入れていきます。先生、コンビニのスーパーカップとか層とかで大丈夫です。見た目良くするために、できればちょっとですね、例えば高さを出して戻るようにしてくださいね。ぐらいオーバーでいいです。こちらに乗せるアイスクリームをですね、シャーベットにしていただいてもいいですし、もういろんな組み合わせが可能です。先生、こちらポッキーですね。ポッキーをマドラー代わりにさせていただきまして、あとホイップの生クリームを高く持ってあげまして、それからチョコレートソースをかけます。先ほどのフランジェリコとかで使うんでしたら、砕いたナッツとかを上にバラバラっと仕上げても可愛いですね。で最後に、必ずミントを乗せてあげますと。どうでしょうか。いや、可愛いですよね。トロスしますと。どうでしょうか。もうね、僕の顔には似合わないですけどもね、まあ、こんな顔でもね、こんなもん作れるんですね。でこれをね、デザートとして最後に女性にプレゼントしてあげると好感度はすごく上がるかなと思います。では、いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。ベリーズビールとか作ってみると意外とね、あれちょっと薄いなみたいな時あるんですね、甘さが。これだとですね、バニラアイスがだんだん溶けてですね、またこれが合わさった時にですね、めちゃくちゃ美味しくなるんです。もうこれ本当おすすめなんで、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、ということで本日はマスター厳選するおすすめクリームナッツ系リキュールのご紹介でございました。やっぱですね、リキュールに関しての質問はすごく多いので、
まあ、これからですね、風図系とか薬草系とかご紹介していきたいと思います。気になった方はですね、ぜひチャンネル登録の方をお願いいたします。本日の講義は以上になります。プロのお酒塾はですね、2日に一度夕方6時から配信しておりますので、また2日後皆様にお会いできることを楽しみにしております。あとですね、皆様、この前オリジナルグッズの件で、アンケート取らせていただいたんですけども、たくさんのご投票本当にありがとうございます。まあ、簡単に言うとですね、姫県もですね、マンボウが入りまして営業できない状態になっておりましてですね、まあ、家賃だ、電気代だ、あとリースだ、なんだかんだで、まあ、今協力金が出たとしても、マイナス50万ぐらい、毎月出ておりましてですね、まあ、そのグッズ作ってる場合じゃねえだろって感じなんですけども、まあ、落ち着いたらまたいい流れが来ると思いますのでね、それまでに、頑張ってグッズの構想を練ってですね、恩返ししたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた2日お会いしましょう。さようなら。